さて、次、小細胞がんです。話はちょっと違います。今までは非小細胞肺がんで、扁平上皮がんの場合は抗がん剤、プラチナ製剤プラス第三世代の抗がん剤。で、腺がんの場合は、PD-L1 阻害剤であったりとか、分子標的薬であったりとか、抗がん剤であったりとかっていうのをいろいろ組み合わせるっていう話をしましたけど、小細胞がんは、まず治療の方針から違います。1期、2期、3期、4期っていう分け方じゃもうないんですね。限局型か進展型か。しかも限局型でもかなり、もうすでに結構広がってるのも限局型っていうのに入れなあかんぐらい広がりやすいんです。一応、1期、2期、3期、4期っていう分け方もあって、で、1期だけは手術適用にしてもいいんじゃないかって言われてるんです。なので、1期の場合は手術することもあるんですけども、でも、ほとんどの場合は見つかった時点でどっかに飛んでるんですね。で、小細胞肺がんっていうのは、そうですね。細胞と細胞とかくっついてないんですね、なんか。いっぱい細胞がある、そのがん細胞があって、なんか独立してるように見えるような。その細胞同士の接着がすごく弱いんですね。まあ見た感じですよ。で、ポロッと剥がれやすくって、すぐ血流に乗ってどっか飛んでいってしまう。では飛びやすいですね。そうです、そうです。なので、もう見つけた時点でどっか飛んでると考えるわけです。で、胸の中に留まってたら、胸の中って言っても、その首ぐらいまでの範囲をもう今回胸と考えて、こっから下で横隔膜より上に留まってくれてたら、もう限局してるって考えよう。で、そこ以外に行ってたらもう進展してるって考えよう。という考え方です。限局型の場合は、放射線療法っていうのも考慮しましょうって。全身に放射線当てるわけにはいかないから、進展してる場合はもうちょっと抗がん剤だけにしましょうかっていうふうに考えてます。で、まあさっきと同じような感じでフローチャートにしてくれてはるんですけども、1期の場合、まあ 2A 期もここは一応入ってるんですけど、まあ、ほぼ1期だけのって考えてもらった方がいいです。1期の場合は手術。まあ、できる手術をして、で、やっぱりね、抗がん剤するんですね。小細胞がんの場合は。もうどっか飛んでる可能性の方が本当に多いんです。だから、肺だけ取ってもやっぱりどっか飛んでるんちゃうっていう不安が消しきれないので、術後の抗がん剤っていうのをします。でも、それ以上になってくると、目で見える範囲では取れそうな状態でも、手術もしません。もう抗がん剤と放射線療法をします。で、限局型の場合、だから胸の中だけにとどまっている場合、しかも、胸水とか、他の、体側のリンパ節に飛んでる。体側っていうのは、まあ、右やったら左側ってことですね。のリンパ節に飛んでる。っていうふうになってきたら、もう限局型っては考えずに、進展型って考えるんですけど、そうじゃなくって、その片側の、ちょっとごめんなさい、指で僕示しますけど、まあ左側だったら、左のもうこの範囲、この範囲にとどまってる場合、もう首ぐらいまで入れてね、とどまってる場合は放射線療法も加えましょうという考え方です。でも、それ以上は、もう抗がん剤だけ。抗がん剤だけです。で、抗がん剤だけなんですけど、抗がん剤しても、頭にも飛んでるんじゃないか。抗がん剤で小さくなって、まあ、放射線療法も加えて、小さくなりましたと。じゃあ、それで手放しで喜べるかって言ったらなかなかちょっと喜べなくって、小細胞がんの場合はね。
頭に飛んでる可能性もやっぱり否定できないと。で、頭は、ブラッドブレインバリアって言って、血液のその薬、血液内の薬が脳に行きにくい、そのバリアがあるって言われてる。おお、なるほど。だから、その抗がん剤行っても頭に効きにくいんですよ。なので、まあ、ここに書いてありますけども、予防的全脳照射っていうのをして、頭に再発しないように、頭全体にね。なるほど。でも、これ以上になってくると、この進展型になってくると、もちろんその薬物療法だけになってきて、まあ、もし、その、完全に小さくなってくれて、頭にも今、飛んでないって言ったら、もしかしたら、プラスここで予防的全脳照射をするかもしれないですけど、通常はもう薬物治療だけっていうことになります。うん、ただ、その、まあ、いい点って言ったらおかしいですけど、予防的全脳照射とかいうふうな考え方が出るってことは、放射線療法とか抗がん剤が結構効くんですね。詳細になって。うん、7、8割が小さくなります。なので、だから、まあ、予防的全脳照射をする意味があるんですけど、見えないぐらいのやつで、でも、放射線当てるって、脳に放射線当てるって結構な、ダメージがあるので、本来は したくないんですけど、でも出てきたらもう、取り返しがつかないので、一つ二つとかね、数えれるぐらい、確かに五つぐらいまでやってくれてたと思うんですけど、昔、ガンマナイフっていう方法があるんです。これも放射線療法なんですけど、もうそこ局所にだけ当てる。その多門照射っていうのをしてね、そこだけに本当に集積され、さして、本当に数ミリの違いでそこだけを当てるっていうふうなことができるんですね。で、そういうふうに放射線治療をするのはいいけど、全脳照射するっていうことは、ある程度の量の放射線を全部に当てることになるので、結構副作用もあるんですね。酔ったような感じになったりとか、まあ、ひどい人やったらちょっと、記憶の障害が出たりとかいう人もあるみたいなので、ただまあ、することによるメリットがかなり大きいので、予防的全脳照射っていうのも一つの手として考えられています。これ、小細胞肺がんっていうのは、言葉の通り細胞がちっちゃいんですか？ちっちゃいです。だから、で、ポロポロと徒党を組まないから飛びやすい。そうですね。だからこそ、こういう予防的全脳照射みたいなやつでもちっちゃくできる。ちっちゃくできるっていうか、もともと分裂してどんどん大きくなりやすいんですね。大きくなるっていうのは、塊としてね。塊として大きくなりやすい。細胞自体は小さいんですけど、塊としてどんどん成長しやすいので、分裂しやすいっていうことは、放射線であるとか、その、まあ、競技の抗がん剤が効きやすいんです。放射線にしても、抗がん剤にしても、その分裂するのを止めて、止めることによって、分裂するっていうことは、まあ、新しくなることなので、どんどん、まあ、言ったら、若返った状態になって、大きくなってしまうんですけど、分裂できない状態にすることで、この細胞は老化を迎えるんですね。死んでいくんです。なるほど、なるほど。なので、分裂しやすいものに対して、抗がん剤や放射線を当てると、まあ、そんだけ効きやすいんですね。その、分裂できなくするのはするから。分裂しやすいっていう、分裂しやすいやつに分裂させなくするとすぐ死んじゃう。そうそうです。ああ。
なるほど。そういうメカニズムか。だからといって、まあ、それだけじゃないので、うん、完全に放射線や抗がん剤が効くかって言ったら、残念ながら20から 30% の人は効かないわけですね。うんうんうん、でも、まあ、その、非小細胞肺がんと比べて、小細胞肺がんは、抗がん剤やその放射線が効くので、その 70-80% ってだいぶ効くんですね、うん、それ、値としては、うんうん。なので、効果があると考えて、このような、まあ、治療計画になってます。で、使う薬が違うんですね。うん、シスプラチンっていうのは、まあまあ、プラチナ製剤の一つ、うんで。カルボプラチンもそうなんですけど、もう一つの、もう一つに使う、その第三世代の抗がん剤って言っていたやつが、種類が違うんですね。エトポシドって言われているものであったりとか、イーノテカンって言われるものであったりっていうのを使います。うん、その他にもね、この2番目に書いている、株療法って書いてあるやつですけども、シクロフォスファミドとドキソルビシンとビンクリスチンっていうのを使って抗がん剤、まあ、抗がん剤療法をすることもあります。てか、まあこれがね、多分一般的じゃなかったかな、確か。うん、小細胞がんはもう完全に内科の先生の領域なので、うん、もう今これを使ってますっていうふうにはちょっと言いにくいんですけど、うんうんうん、一応、株療法っていうのが、一つ、その抗体療法の一つ、抗体療法っていうのは、この最初のシスプラチンとエトポシドと株療法っていうのを交互にする療法であるとか、うん、あと、この PI 療法、三つ目ですね。三つ目がね、標準治療だったかな、確か。標準治療としてやられてますね、うん、日本では。で、これもやっぱり1コースを3から4週間、1ヶ月1コースとして、で、4から6コース行ってます。なるほど。で、小細胞がんに対する放射線療法っていうのは、これちょっとね、特殊っていうか、まあ、そうですね、特殊、肺がんの治療の中では特殊ですね。1日2回当てるんですね、放射線を。うん、まあ、1.5 グレーを2回当てていって、で、計45グレー当てるんですけど、うん、非小細胞肺がんは1日1回だけなんですね。うん。それが2回も当てて、で、そんだけ分裂する速度が速いんですね。なので、どんどん当てて小さくしていくっていうことをします。それって1回 1.5 で1日3ってことなんですか？そうです、そうです。ああ、じゃあそれを15日分までやるってことですか？そうです、そうです。3週間ぐらいですね、だから。うん。だいたい平日だけするので。なるほど。だから1コースがこの量。まあ1コース目に抗がん剤と併用でやって、2コース目からは抗がん剤だけっていう風な感じになる。うん。で、放射線ってね、前もちょっと話したかもしれないんですけども、何回も何回も当てれないんですね。45グレーと45グレー以上は当てれないので、今後も。なので、1回だけですね、これはね。なるほど。で、小細胞がんは抗がん剤だけが頼りになるので、結構きつい、その治療をする必要があるんですね。うん、で、逆に言うと、副作用も結構きついんですね。で、まあ、シスプラチン、プラチナ製剤に関しては、その非小細胞がんで話したのと同じように、吐き気とか、その食欲不振、それから末梢神経障害とかね、いうのが起こってくる。それはまあまあ、どれも変わらないんですけど、ドキソルビシン、アドリアマイシン。これ結構よく使うんですけども、心筋障害があるんですね。不整脈が起こったりします。あとは、膀胱障害も確か。
血尿が出たりするんですね。うーん、小細胞がんはちょっとその抗がん剤の話になってくるので、うん、これ抗がん剤の種類を詳しく言ったとしてもですね、そこでよく使っている薬と、うん、あと現在その主流である治療法っていうのを掛け合わせて治療を行われるので、うん、患者さんにとってはちょっと治療するかしないかの話になってくるので、うん、なるほど。ちなみにイレウスって何ですか？あ、イレウスっていうのは腸詰まりっていうかな、腸詰まり、腸閉塞か、腸閉塞のことです。なるほど。お腹が動かなくなるんですね。末梢神経障害の一種なのかもしれないんですけど、神経があるから腸も動いてるわけです。それがうまいこと働かなくって、お腹が動かなくなって、で、戻してしまったりとか。うん。と、まあ、そうですね。お腹がパンパンに、本当にパンパンになって。うん。っていうこともあります。なんかすごいあるんだろう。はい。はい。